ちゃん超可愛いんだから。何がもっと言ってあげてください。もうわかんない、プチ子がわかんないよ。なんでよ、いいじゃん、これいいと思わん、うん、あ、ひまわりもちゃんと髪留めになるんです。私ひまわり好き。これシュシュなんです。リアちゃんのシュシュが壊れかけたって聞いたんで壊した。うん、でリアちゃんいつもほらあの黄色いひまわり好きじゃん、すぐ落としてちょっと待って、黄色くないひまわりはあんま見たことない。そっかごめん、ひまわり好きじゃん。私は毎年確かにひまわりを買うよ、うん、真ん中ブツブツしてんの嫌いって言ったじゃん。まあ確かにね、大きすぎるのも好きじゃないって言ったじゃん。言った。だからこれは完璧なもんひまわりなんです。ありがとう。リアちゃんが今のひまわりを持ってるんですよ。落とした時にスペアになると思って、うん、スペアのひまわりね。そうで、これはちゃんとあのキャバ嬢用のね。だからそれはもういいよ。金屋で買った、うんうん、別にねキャバ嬢じゃない。大人になったリアちゃん、うん、さっぱりプチコに尽くす気はないから。私貢ぐ方だと思う多分。そう、うん、そうそうそう。いつまでもアイス食ってていいのかな。いやダメだろ。ダメだね、一旦返す、うん、じゃあはい、ここでいきなりですがお二人目のゲストです。まあはーい、最初にチラッと紹介だけしていい。お願いしますわ。はーい、久保田敦さん、アコースティックギタリスト久保田敦だって、あ逆だった、アコースティックギタリスト久保田敦さん。はい、これも読んでいいの。昭和60年11月23日生まれ、兵庫県豊岡市出身。14歳でソロ活動を開始、ソロギターを主体として活動し、さまざまなアーティストのサポート演奏も行う。10本の指とギター1本でさまざまな情景を描き出すマジシャン。マジシャン。その音楽は一言で言ってしまえば癒し、癒し。ライブ活動は神戸が中心で、うん、定期的に東京へも遠征。わーお、すごい遠いよ東京。遠いね。年に一度行われるソロギターの大会、うん、フィンガーピッキングデイ2010で優秀賞受賞、日本で2位。昨年2位、すごい。すごいね。そんな人来ちゃうの。来ちゃった。来ちゃったの。呼んじゃった。呼んじゃったのね。聞いてもらいます。やるねボイス。はい、それでは、はい、久保田敦さんで南京町。Thank you.
癒されましたね。本当にね、本当にもう早速コメントが届いておりますよ。おー、久保田敦史じゃんって言われてます。本当だ、あっちゃん、あっちゃんって叫ばれております。久保田敦史さんです。はい、どうぞどうぞこちらへお願いします。はい、ではゲストの席へどうぞいらっしゃいませ。はい、どうぞおかけになって前の方へちょっと出てきていただけますか。はい、はい、というわけで久保田敦史さんです。ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。久保田敦史です。お願いします。よろしくお願いします。先ほどの曲のタイトルは、はい、神戸の曲で南京町という中華街があるんですけど、はい、そこを、モチーフにして僕はすごい好きなので、その南京町というタイトルを付けさせていただきました。それで南京町だったんですね。はい、確かにちょっと異国情緒を漂わせつも日本っぽい感じ で、ちょっとノスタルジックな気持ちに浸りました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。嬉しいです。なんかね、本当にこうアイス食べながら普通に入ってくる。普通あのおちこは食べると食べることだけになるんですけど、ちゃんと頭にスーッと入ってきちゃいました。思わずアイス全部溶けちゃいそうだったね、つい聞いちゃってね。すごい、あのまたコメントが届いてます。はい、はい、10月にそっち行くよって。あ、本当ですか。見に来てくれるのかな。なんで来るんですかね。え、なんで。いや、それは多分ご覧になりに来ると思います。そうですよ、名指しでそっち行くよと書かれています。すごい。じゃあ、先にご予定伺った方がいいかな。10月とか、なんかどんな音楽やってんのかなとか聞こうかなみたいな。ごめん、ちょっと気が早かったわ。はい、そう、はい、でももう癒しをモチーフに打ち出されているということで。そうですね、癒しとかハッピーとか、そうですね、そういうのをモチーフにして。昨年の2位っていうのも、はい、癒しでこう勝負されたっていう言い方おかしいんですけど、うん、そうですね、癒しでこう2位に勝ち取ったわけ。はい、そうですね、すごい。そうですね、はい。でも本当すごいですよね、指だけで弾く。あ、そうです、そうですね、相当なテクニックだと思うんですよ。練習量はやっぱりすごい、はい、あの必要だと自分で思ってるので、あの1日平均5時間ぐらいやってます。すごいですね、基礎トレ的な。そういうこと。そうそうそう、そうですね、すごい。まあでもそんだけ演奏する機会が少ないっていうことなんですけど。いや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 、それだけ触っててやっとあいつと通じ合えるみたいな感じなんでしょうか。今はそれぐらい練習しないと落ち着かないですね。すごい、なんかもう指取れません。取れません。すいません、ちょっと頭いいけどちょっと時が急。大丈夫ですか。ちょっと今怖いように。要するに指を壊したりとかしちゃったこととかってありませんか。腱鞘炎になりそうな時はすごいあるので、あのそういう時はあのなるべく温泉に行ったりとかして、あのできるだけ休めさせてあげます、ね、ご自分を癒す形で、はい、そうですね。はい、温泉はやはりいいですか。日本の独自のあれは、はい、大好きですね。はい、よく1週間に1回ぐらいは行ってます。本当に。ちょっと聞いていいですか。久保田敦史さんはどこの温泉が好きですか。はい、あ、でも僕さっき紹介してもらったのもあると思うんですけど、うん、兵庫県の豊岡というところ生まれなんですけど、その横に城崎があるんです。そう、城崎温泉がすごい僕は好きで。めっちゃ有名じゃないですか。はい、本当は城崎温泉に行きたいんですけど、やっぱそこまでわざわざね、今神戸に住んでるんですけど、買収はちょっとね、難しいね。なんで今灘のあたりの温泉によく行ってます。なるほど、そうなんです、はい、神戸意外とねお湯沸いてて、ね、有馬温泉とかもねあったりするんですけど。あ、夢ですね、はい、温泉いっぱいだもんね。なるほど、じゃあやっぱりそれだけなっても、はい、弾いて練習してる時って苦にならないんですね。楽しいですね、やっぱり。あ、ギターが好きなので。そうですよね、むしろ触ってないと落ち着かないとかってあります。そうそうそう、そういうことですね。じゃあずっと温泉使ってていいよって言われても、それはちょっと嫌なんですよね。岡さん、そうですね、嫌ですね。あ、はい、そうか、いやすごいです。で、もう本当に普通に弾かれてるけど、こうやって耳で聞いてたらあーって思うけど、手で全部生でって言うとすごいです。CD じゃないんですよね。そりゃそうだよ。調整して今何見てたの。ね、そう、すいません。いや、吹き替えかなって思うぐらい滑らかに弾かれるんで、はい、すごいと思います。うん、もう指先が確かにマジシャンですよ。すごいね、はい。マジックもできるかもしれないね。マジックはできないです。いや、でもその気になったらトランプの1個や2個ぐらい簡単にやつできそうですけどね。1個、はい。曲はいつもじゃあ、はい、こう奏でながら紡ぎ上げていくような感じになりますか、うん、それとも何かに書いたり。景色とかを見ながら鼻歌でこう作るのがすごい多いんですよ。じゃあまずハートで作ってからですね。はい、そうですね、うん、やっぱり何か眺めたりとかしてる時にこう入ってくるものなんでしょうか。がすごく多いですね。やっぱギター弾きながら生まれるものもあるんですけど、うん、一番多いのはやっぱり景色見ながらがすごい。その条件に合った曲をこうふわーんと。じゃあ南京町も。南京町、そうですね、南京町に行って、あの鼻歌で作りました。そういう風景の
曲が多いんですか？そうですね。とあと子供の頃の思い出の曲とかもよく作ってますね。思い出すんですか？それとも写真とか何か見たら思い出す？いや、思い出しますね。ギター弾きながら思い出して弾いてみて。あ、なるほど。じゃあ、あの音でその時代にヒュッて入っていったりとかするんですね。そうですね。はい、のが多いですね。すごいですね。ここに見本がありました。あ、CD ですよ。ありがとうございます。はい。はい、あ、じゃあこの CD のことを教えていただいていいですか？はい、その CD は、はい、7月の20日にあの発売になりたての空という新しい6曲入りのミニアルバム。今年の7月20日ですか？そうですね、もう2週間前ぐらい、ね、ほやほやですね。ほやほやです。あ、じゃあ、何曲ぐらい？今6曲、今じゃないです、6曲入ってます。確かに雪降る街とか、はい、幻の草原っていうやっぱり風景の感じが多いですね。はい、タイトルからして超惹かれる。すごいですね。ありがとうございます。いや、おいくらで売ってくれるの？1500円。1500円です。1500円です。はい、ここには1個しかないんですけど、他にも CD あったりしますか？他には、言論の自由というアルバムで、はい、3月の30日に発売した、それは5曲入りなんですけども、それは Amazon でも買えますね。あ、ここに情報があった。インターネットとか。言論の言って言の言ですか？はい、ちょっと遊び心を。言論、あ、はい、ギターの言の言です。言葉だと思ってました。言論の自由、ね、はい、超なんかそのすごいかっこいい、あの一般的な感想で申し訳ないんですけど、頭いいですね。あの発想が。ありがとうございます。はい、Amazon で買えるらしいですよ。これもやっぱり癒されますか？いや、その言論の自由の方はあのバンドバージョン。あ、じゃあお一人ではない。そうですね、自分のもともとは一人で弾いてた曲をバンドアレンジで、ドラムとかキーボードとか。あ、それもちょっと聞いてみたいな。すごい。あ、それはすごい。5曲全部アレンジですか？そうですね。もうちょっと激しい感じのも入ってたりとか。ちょっと激しい感じも入ってます。ということは久保田さんが激しくなってるんですね、言論の自由は。癒しをちょっと置いて、置いて、そうですね、ちょっと激しめ。あ、まあ、癒しも入ってるんですね。癒しながら基本は情熱。じゃあもう元気になる感じですね。そうですね。それで情熱っていうことは、あら、いいですね。すごいな、久保田さん。じゃああれですね、2位取られた時の話ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、私個人的に多分聞きたい方ね、いるよね。本当ですか？はい、なんでまずそこに、ま、はい、出てみようかなって思われたんですか？もともと、僕小さい頃にギター始めて、14歳から始めたんですけど、13歳からですね、始めたんですけど、こういうあの今流れてるような一人でギター弾く音楽をずっとやりたかったんですよ。はい、でその時からもうその大会はあったんですよ。でずっと出たくて出たくて、でも今出ても全然ダメやろうなとか。あ、自分の基準があったんですね。そうなんです。なんでずっとまあ、言ったら出るのをこう悩んでた。そうですね、ためらってたというのがあったんですけど、なんか最近もういいわと思って、自分はもうこういうギターしか弾けへんから、もっと本当はテクニックとか見せたりとかする大会なんですけど、ギターを叩いてこうすごいアクロバティックなことをやったりとかが結構多いんですけど、僕はそういうのがすごい苦手なので。おー、そうなんですか。だけど、なんでだけどその音色で勝負しようっていうので、もう去年その踏ん切りがついて、でもう出てみようっていうので、去年は思い切って出たというのがきっかけですね。すごい。もともとはずっと出たかったです、本当は。じゃあ今の自分で挑戦ってことですね。そうですね。もう中で覚悟をこう決めたんですね。そうですね。もういいと思って。でもその結果でちゃんと、すごいですね。もう信念が通りましたよ。伝わったんですね。でも本当はやっぱり1位になりたかったんですよね。その日本大会っていう全国大会なんですけど、それに1位になれたら世界大会に行けるんですよ。あ、さらに上があるんですね。ワールドになるんですね。アメリカまで行けるようになるんですけど。すごい大会じゃないですか。でも2位だといけないんですよ。厳しいな。3位まで行こうよ普通。マジすか。そうなんです。2位だとダメなんですよ。だからすごい悔しかったんで、また今年も出たんですけど、その悔しい思いを不死にこうグッと燃えて出たんですけど、はい、今年は、予選落ちでした。あれ？なるほど。いや、やっぱりね、バイオリズムっていうのがあるんですよ。そう、多分ね、自分のイケてる時の波とか、うん、去年の方が多分行くぞっていう勢いがすごい強かったと思うんですね。あ、大丈夫です。一度行けたんですから、はい、もっと次はすごくなります。そうですね、また来年も、ね、頑張って、うん、1位目指していきたいと思います。すごいことですよ。さらっと今お話しされたけど、うん、その2位、しかも何、アクロバティックとかいろいろなところね、はい、ある人がいる中で、はい、音色だけで勝負して2位、ね、取られたわけじゃないですか。素人から聞いててもわかるけど、これはもう相当すごい技術だったんだと思います。すごいね、かっこいいね。はい、すごいですね。
そんな感じで、つくばたさんの予定がすごく私気になるけど、もう気になるね、聞きたいね。さっきもサクッとかけられちゃったんだけど、10月行きますとかいう方もいらっしゃったんですが、そうなんで、もっと聞きたいっていう人がいるよ、ということは、あの今月も9月も10月ももちろん音楽されてると思うんですけど、そうですね、ライブずっとやってますね。決まってるところ教えていただいていいですか？ちょっとね、10月はね、今ちょっとスケジュールを持ってないのでそうだね、近場から行こうよ、近場から。了解です、はい、近場からちょっと、はい、あの特にいただいてますけど、はい、私が読んだ方がいいですか？読まれますか？読んでいただいてもいいですか？読みます。申し訳ないです。読ませていただきます。はい、じゃあ一番近いところで、はい、8月5日金曜日、明日ですね。明日じゃないですか？そうですね、明日ですよ、はい、明日明日、もう今すぐ聞きたい、もう聞きたくてたまんないっていう人は今から明日予約して行って行って、はい、明日、神戸港川グリーンラビッツ、はい、で、続けまして、8月7日日曜日、神戸三宮16ビット、はい、8月8日月曜日、うん、神戸三宮ボイス、ボイス、ね、あ、8日にはボイス、8日には帰ってきてくれるんですね。はい、あ、ちなみにその8月8日のボイスは、はい、過去にここにゲストに来てくれたライトカラーさんと、ライトカラーさん加藤愛ちゃんも出演されるそうです。なるほど、じゃあ皆さんでね、ここで盛り上げていただくということで、はい、すごい、もう土日とか金曜日とかものすごく忙しいですね。そうですね、はい、金曜日、じゃあ月曜日、まだまだ行くよ、まだ行くのね。8月13日土曜日、お、うん、神戸スマ、スマ海浜水族園、来たよ、水槽、水槽の前だ、水槽、はい、そうですね、水槽の前と久保田さんのコラボが見たい人はぜひ、そう、13日、はい、13日、ちなみに翌週はリプスも出ます。あ、そうですね、そう、同じリプスなの、海賊で、水族館つながりで、ね、はい、すいません、割り込みました。いえ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 、戻りまして、久保田さんの情報ですよ。はい、お願いします。8月17日水曜日、はい、神戸三宮16ビット、あ、はい、再び出た16ビットさん、はい、こちらはワンマンね、第3水曜日に定期ワンマンをされているということで、はい、すごい、久保田さんだけが見られるよ、ワンマンライブですよ、ですよ、まるまる久保田さん、はい、まるまる久保田さん、いいなはい、で、その次、8月21日日曜日、日曜日、オンタイム神戸、神戸に出演されるということで、はい、そうでした、21日はね、皆さん言われてますけど、音楽がバッシャーってなる日らしいです。そう、神戸中がバッシャーってなる、うん、やはり久保田さんも漏れなくバッシャーってなりますから、はい、ぜひ見てください。そういうとその日はソロですか、21日はい、何がですか、オンタイム神戸、一人でソロで弾かれる、はい、あ、もちろん一人で、ということは、はい、ギターを持っている久保田さんが神戸をたくさん歩いているのを見かけることができるんです。たくさん歩かないんじゃない、いっぱいいるってわけじゃないよ、一ところに落ち着いて弾いたらいいんじゃないの。そうか、うん、いや、この日はなんか結構アーティストさんがゲルマン民族大移動だって聞いたから、まあ移動もするかもしれないけど、みんな落ち着くとこを決めたらそこでどっしりやるよきっと。分かった、はい、あ、じゃあ場所なんか決まってますかね、21日まだ決まってないんじゃないですかね。あ、すごい、はい、超シークレット、決まったらサイトとかで教えてもらえますか、うん、そうですね、はい、すぐに公表させてもらいます、チェックするのだよ、はい、チェックするのだ、はい、でもう一個、8月いっぱいありましたけど、はい、9月も決まってますね、はい、そうですね、9月10日赤荘のさっき宣伝させてもらった、はい、よっちゃんが出演する、はい、同じライブだそうですね、あ、すごい、9月10日の赤荘、はい、ぜひチェック、はい、ここに来ておるいるのはここまででございます。楽しみです、はい、詳しい情報はオフィシャルウェブサイトにてってことになってますね。あ、はい、コメント届いた、あ、今後の活動とか遠征は予定ありますかって。遠征は東京の方に8月の26日から、あ、ライブしに行かせていただくんですけど、東京8月26日らしいですよ、はい、それが遠征ですね。そうですね、リクエストも来てますよ、姫路とか西の方に来てほしいって、あ、ご予定とかどうですか、今後、ね、予定入れてってください、行きそうな、誰か呼んでもらえたら呼んでくださいってことみたいです。ぜひ行かせていただきますけどね。あ、来てほしいって言われてます。本当ですか、はい、絶対行きます、来てほしいって、はい、じゃあ、西の方にも癒しが行きますよ。はい、はいはい、全然話戻るけど、1日5時間ギター弾いてるって話でね、はい、1日5時間って俺の睡眠時間より長いって書いてあるそういう方がいらっしゃいます。あ、僕睡眠時間7時間ぐらい取ってるんでね。あ、でも大丈夫、申し訳ないです、ね、寝てる間中弾いてるってこと。5時間の睡眠もすごいですけど、5時間の練習もすごいです、ね、そうか、いや、いろんな感想があるんですね。うん、生で聞きたいって言われる方もいらっしゃって、あ、本当ですか、でということはもしかして ね、生で聞けない位置にいるのか、ね、行く予定なのか、ぜひ聞いてください、はい、生で聞きたい、どの方なんでしょうね、生の方がいいと思います、うん、やっぱ残念ながらリプラスでは全部お届けすることはできないんです。本当にね、で生で聞きたいとか歌ってとかいう声が来てるんで、よかったらもう一曲お願いしてもいいですか。はい、ぜひお願いします。はい、ではご準備お願いいたします。お願いします。はい、やったー、すごいね、うん、ちょっと私今度じっくり指を見ようと思うよ。あ、私も指見ようと思うよ。そうそう、ぜひね、画面もちっちゃいんですけど、指をチェックしていただければいいなと思います。
では、久保田敦ゲストを呼んでいただいて本当にありがとうございます。ちょっとあのドキドキしました萌えな感じでしたね。あのじゃあ、最後に1曲ちょっと弾かせていただきたいと思います。自分の曲ですごい一番好きな曲を弾きたいと思います。月の魔法という、曲です。真っ暗な空の上に丸い月が浮いているところを想像していただければ想像しやすいかなと思います。では
わけで久保田敦史さんでした。すごいね、なんかもう、ね、ギターじゃない楽器のような気がしてきた。え、何あのね、おこととかハーブとかそういういろんなものを合わせたような気がする。ギターなのにいろんな音が出るっていうことかな。そういうことです。ギターだけじゃない音がいっぱいいっぱいこう絡み合っているような気がします。すごいなぁ。いや正直すごいなぁ。すごいよね。目つぶったらギターってわからないもの。あのそう、私すごい指見てようと思ったんだけど、すごく目閉じたくなる。リアちゃん目閉じてたと思って、ああ入ってるなと思いました。そうでね、まあね、ゲストさん2人も来て予定も分かってすごい、はい、でそこでですね、今日は、うん、私もゲストを呼びたいと思います。ヒカルコンチェジャの子さん、こっち来てくださーい。はい、いらっしゃいませ。すいません、今日はね、うん、そうそうそう、いつもまあリプスはさゲストを呼んでもらっているわけだけれどもさ、うん、こうたまには私もゲストを呼ぶのさ、うん、はい、じゃあどうぞ。あ、じゃあヒカルくん、あ、どっちもいいです、先に来てください。はい、どうもこんにちは。どうぞ、はい、いらっしゃい。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、というわけで、はい、リアちゃんそこ座っててください。で、あ、はい、じゃあ2人ともそっち座って。で、あの、そこじゃない、映らないから、うん、どうぞ。というわけで今日はですね、はい、うん、リアちゃんの誕生日を祝うためだけに、あら、そう、来たんですが、ただはい、まあ、とりあえず受け取っていただきます。ありがとうございます。すいません、わざわざ。そうなんです、なんでかというと、プチコの時も盛大に祝っていただいたんで、プチコもなんか相方に何かしたいと思ったわけですよ。でも、プチコはですね、あんまりよくわかんないから現物を呼びました。現物ね。はい、じゃあどうぞ、ヒカル君も、はい、お渡ししたいものがあるそうなんで。マジで？はい、そうね、一歩ずつも、ありがとう、わざわざ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。なんか私もいただいたんですけど。で、あの、お二人がですね、ここで開けていただきたいということで。開けてもいいの？はい、よろしくお願いします。ごめんなさいね、お時間いただいて。いえいえいえ、やっぱりね、こう、幸せなことはみんなと分け合った方がいいと私、この間常々思いまして。ね、はい、え、何が入ってたか教えてください。はい、あ、これはボーカロイドのタンブラーですね。タンブラーなんですが、ちょっと絵柄が分かりますか。見て見て見て。こうくるっと一周、はい、じゃあ、ルカちゃん、リン、レン、ミク、カイト、メイコ、セフロです。じゃあなんであれを選んだのか教えてください。はい、うん、マイク入ってない。あ、いやいや。中も入ってるんですけど、何気に開けてみたけど、ちょっとえらいことなってたよ。アルパカ？アルパカが入ってます。パプリカじゃなくて。パプリカじゃないです。アルパカで、カピバラでもなく。中身はなんかよくわかんないやつ。なんか開くなと思って。はい、なんかコゼニーラらしいです。キー&コインケースってなってます。はい、お祝いの言葉はどうぞ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、もう一回しまっとく。そう、誰かなって思った人いると思うけど、ヒカル君はですね、リアちゃんが所属している劇団ウライン劇部の役者になっております。所属してる、はい、リプスのゲストとしてもちょいちょい出ますので、今後あの、そうそう、彼女の男役にご期待ください。そうそう、カイトで見たことがある人がいるかもね。はい、次も開けてください。あ、開けます、開けますよ。はい、もうスピードで開けますよ。はい。こんな慌ててるリアちゃんはめったに見れないんだ。え、いや、慌ててはいない。急いでいるのよ。そう、リアちゃんのね、今年の運をね、早速試してもらおうかと思って。ありがとうございます。皆さん、あの、はい、本当にね、よくリプラジご覧いただいて誠にありがとうございます。見覚えある方もいらっしゃるでしょう。これ私が、あの、今まで2杯したあのマクロス F、 あのニャンプチマスコット2つもいただきました。この中身まで開けろということでよろしいですか。そうですね。すいません、お時間いただきます。あの、その間この曲の宣伝しててもらえますか。はい、これはですね、ニャンニャンという曲で、今年リリースとか7月24日リリースされたばかりの新曲、リプスが初めて歌っている曲なんですね。2人で歌ってるオリジナル曲って実はなかったんですよ。はい、で、リアさんが開けられたようなので一旦終了してさい。何ですか。出ました、シェリル。シェリル来た。さすがですね。あれ、シェリルはリアちゃんの担当キャラクターでございます。今後マクロスフロンティアのコスプレライブもするのでお楽しみに。この中にいないわ。どうしましたか。シー
ークレットがあるって書いてないけどシークレットなのかな。リアちゃんいいものを引き当てたようです。私この衣装が一番好き。あ、やりましたねやりましたね、実装さん。セクシーっていうかそれね、ランカちゃんとお揃いの衣装なんですよ。ははははあ、かわいい。チェリル出ました。あチェリル出ました。すごいな、リアちゃん。いや、私がじゃなくてチェリルさんがすごいよやっぱりこれは測りましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ちささん、はい、お祝いの言葉を。なんでかね、リアちゃんには私が、はい、私の曲を4曲もやっていただいて、本当にね、もう、なくてはならない方でございます。とんでもないです。ありがとうございます。これからね、美貌もさらに、そして歌声もさらに磨いていただけたらと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。誠にありがとうございました。というわけで、このニャンニャンの CD をリリースしてくれたチェシャ猫さん と、同じクリップスのゲストのヒカルくんでした。ありがとうございます。全部入った。そうなんですよね。でちなみにこの CD は500円でですね、売られていて、うん、今日はプチコが若干持ってきてます。うん、ね、買いたい人は500円用意して後で待っといてくださいねそう、売れたらまあリアちゃんが喜んでくれますよそんなわけでね、なんかさっき私もちょっとおこぼれとしてですよ、あ、なんか初音ミクのついた扇子をヒカルくんからいただきましたかわいいじゃん。いやさすがね、ボーカロイドでリプス の、 ゲストやってくれただけあって、私たちの好みもよくわかっている、私の担当とキャラのミクがついておりました。すごいですね。というわけでね、まあ、プチコがこうサプライズをしようと思ったら現物の人が来ちゃうってわけですよ、リアちゃん。あ、うん、そうだね。それは録音とかややこしいことはしないよね。プチコは単純なものが好きですはい、そんなわけでですね、リプスはこれからもバンバンライブとかやっちゃうんですよ、はい、バンバンやっていくわけですよ、はい、じゃあさらっとライブ予告だけしましょうか。お願いします。すぐですね、日曜日、8月7日日曜日、心斎橋、大阪の心斎橋シュリンプ出ます。出ます。ボカロのステージ20分と司会やります。うん、はい。で、その翌日8月8日月曜日、はい、なぜか名古屋行きます。はい、名古屋エルフィッツオールコスアニフェスに、はい、リプスがオープニングアクトと司会でやっぱりボカロで出ます。名古屋に行っちゃうよ。はい、その次8月20日土曜日、土曜日、神戸スマ海浜水族園、散々宣伝してるやつ、はい、魚の前のボカロロマンティックスマスイ、はい、来てね。来ちゃうよ、来ちゃうよ。はい、その後、9月11日日曜日、はい、西九条ブランニュー、ブランニュー、詳細は決まっておりません、未定ですすごい、9月まで入っちゃったんだ。入っちゃった、20分の予定だけど、なんかいろいろあってまだ内容ちゃんと決めてないんだけど。あら、そうなんだ。考え中でございます。まあそうでしたか。楽しくなるように頑張ります。人ごとみたいに言うけど頑張りますよ。はい、さらに、これ言うの初めてなんですけど、はい、10月30日日曜日、神戸三宮、こちらのボイスで、はい、リプスオンリーの企画やらせていただこうと思います。リプスワンマンだよ。はい、久々のリプスワンマンです。リプスワンマンはすごいよ。お客さんも一緒に巻き込まれるステージなんでっていう予定にしてますが、まあ、まだちょっと詳細はお伝えできない。いろいろ計画中の、いろいろ変更中の、いろいろです。ただのライブじゃないんで、ね、ぜひね、巻き込まれたいというか、はい、リプスをもう間近でうわーって見てみたい方は来てください。はい、また詳細お伝えできるようになると思いますので、はい、頑張ります、ね、できたらリアちゃんの作ったサイトに載るんだよね、うんうん、乗ります乗ります。ちょっとごめんなさい、今私パソコン壊してしまってあんまり更新されてませんけど、はい、壊れたんだよね。壊れちゃったね、リアちゃんのパソコン。もっといい子買うから。うん、そう、楽しみにしてて。ニューリオンちゃんになるから。リオンちゃん、パソコンの名前嘘でしょ。本当だよ、リアちゃんパソコンに名前つけるような人だったんだ。え、いや違うのよ、パソコンで最初セットアップするときに名前を入れろって出るのよ。あ、出るんだ。じゃあリアって入れればよかった。いや別に私じゃないから、パソコンの名前だから。私プチコって入れちゃったよ。違う、ユーザーの名前はリアだけど、パソコンの名前はリアじゃないのよ。何で、リオン、リオン、なぜ、深い意味はない。あ、えおえそんなかっこいい名前つけておきながら由来ないんだ。ないないない。で別に名前も使い道はないんだよ。ネットワークとかに繋がってればリオンちゃんに繋ぎますみたいなパソコン同士のやり取りができるけれども、あの子は一人だから、うん、特に名前ついてる意味はない。誰も呼ばないんだけど。そうか、じゃあディアのリオンちゃん可愛いですね。そうだね。じゃあニューリオンちゃんを期待して。そう、これから手に入れる。あ、そんな話じゃなくてね。はい、そうなの、うん、まあ、頑張
張るよっていう話。はい、はい、で、リプラジも来月ももちろんありましてですね、はい、はい、そちらは9月8日木曜日、木曜日、収穫するには種まきで GO、 収穫するには種まきで GO あー、そういうタイトルがついております。そうなんだ、はい、いや、深く突っ込むな。あ、そう、うん、ゲストはカトゥーカフェさんと中野さやかさん、お二組です。わかりました。あ、リアちゃん、コメントでリアちゃんにお祝いが来てます。おめでとうございます。まあ、ただありがとうございます。本当にね、すいません、なんだか催促しているようでまだなんですけどね、お誕生日。そうよ、もうすぐですから。はいはい、それじゃあいつも通り最後頑張って歌いましょうか。頑張って歌いましょうか、うん、じゃあ歌って締めますよ。移動、はい、わかりました。一応飲んどく、うん、毎月恒例だからね。はい、謎の飲み物ね、謎の飲み物。はい、それではさっきから何を至るんだろうなって感じでしたけど、まあ特には使わないんですけどね、はい、まあね、でもこれ見たらまあ大体分かる人分かっちゃうかもしれない。どうかな、わかるだろう。それじゃあ、いくよー、よ曲よスタートー。はい、それじゃあ本日のエンディングテーマはボーカロイドオリジナル曲よりルカルカライトフィーバー。はい、フィーバーカムコーン。右から左へと言葉が流れる、退屈そうな顔画面に詰まる君、リプラジ&ボイ
イス放送局をお聴きくださってありがとうございます。本日のダンサーはヨッツさんでした。この番組は神戸のライブバーボイスよりリプスのリアとプチコがお送りしました。次回のリプラジは9月8日木曜日です。あなたのご視聴お待ちしています。ダメダメよ。はい、以上、リプスでした。バイバーイ。唐突すぎる。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアリアちゃん。それとも、あ、この音が起きたときは何かが起きるときだ。なんだろうこれ、なんだろうこれ。どうやらメッセージが来ているそうですよ。テフテフちゃんからです。テフちゃん、リアちゃんお誕生日おめでとうございます。いつも不思議なリアちゃんにこっそり気になっております。これからもずっとずっとよろしくお願いします。そして私はこっそりリアちゃんのことをストーキングしてますのでよろしくお願いします。言っちゃダメだろ。こっそりじゃないね。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言っちゃダメだろ。大丈夫、私も仕返すよ。あ、おー、よかったな。てふちゃん仕返すってさ。ストーキング。はい、おー、おめでとう。はい、ありがとう。やったね。ありがとうなってた。はい、あ、なんか、はい、どうぞ。なんかダメダメよ。お